殺人者たちは1964年に公開されたドン・シーゲル監督作のアメリカ映画アーネスト・ヘミングウェイの短編小説殺人者の短いプロットをもとに大きくシナリオを膨らませ1946年にロバート・シオトマク監督で制作されたフィルムノワール殺人者のリメイクである本作はもともとテレビ映画として制作されたが NBC が テレビ映画としては暴力的すぎると判断し、ユニバーサルピクチャーズによって劇場公開されることになった経緯がある。実際に1960年代中期の水準としては過熱な暴力描写が品質し、ドン・シーゲルのキャリアの中期以降の作風を決定づけた作品の一つである。プロットは過去を抱えた男が逃げも抵抗もせずに暗殺者の手で殺されることを 選んだというヘミングウェイの短編をもとに男の過去を追い様々な証言による過去のフラッシュバックを挿入して明らかにしていくという設定に膨らませた塩戸幕版を大筋で踏襲しているが塩戸幕版では調査にあたる狂言回し役のキャラクターを保険会社の調査員としたのに対し本作では男を殺した殺し屋たち自身が儲け話のネタとみて 男の調査に乗り出すという意表をついた改編を取り、結果暴力的なシークエンスが大いに増大した。殺しやコンビに噴した、科目で冷酷なリー・マービンと幼児的な残虐性を持つクルー・キャラガーは全編に渡って凶悪さをさらけ出す。彼らが盲学校における冒頭の殺人シーンで、盲目の受付女性に容赦なく、暴力を振るう描写により端的に印象づけた。 演出は、シーゲルの面目役所であるもので、二人が男の過去を知る者たちを次々に尋ね、しばしば暴力を持って、証言を暴き出そうとする行動も強烈なものである。ジョン・カサベテス・フンスル、殺された男の職業は、シオドマ戸幕ンで、バート・ランカスターが演じたボクサーから、レース界を追われた元カーレーサーに、間骨脱退され、 改想シークエンスで描かれる犯罪シーンなども、それに応じた設定に変えられている。公開時、リー・マービンは一番好きな映画だと発言した。後に、アメリカ合衆国大統領となるロナルド・レーガンの俳優としてのキャリア末期にあたる出演作であり、また、俳優出身だが映画監督としても才能を発揮し始めていたジョンカ・サベテスの俳優としての代表作でもある。 カッコ内は日本語吹き替え日本語版。ありがとうございます。